第二師範による、模範演武をやっていただきます。これぞ合気道というものをぜひ皆さん見てください。今まで約1時間半ここで皆さんが演舞をやっていただきましたが、ご覧になっておりまして、なぜあんなに簡単に人が倒れるのかというおそらく疑問が起きたと思います。それで合気道の理念と言いますと、この今までご覧になった方は柔道とか空手とかそういうその硬いものばっかりをテレビとかそういうもので見とるというふうに思います。合気道はそういうその硬くやる力でやるというものではなくて、なぜこういうふうに簡単に倒れるかと言いますと、体を倒す前にまず心を倒しているわけです。だからそれに体がついていく。だから力というのはいらない。そこでその合気と気を合わしなさいというふうに言葉では書いて、字では書いてあるわけです。それをちょっと説明をしながら皆さんにお目にかけたいと思います。相手が今手が欲しいというので私の手を握りつかみに行きます。ここでおるとつかまれてしまいます。これをその気の流れと言います。早くやればいくらでも早くできます。遅くやればゆっくりとつかみに行きました。こういうふうに、相手の心がまず自分の体を動かして相手を攻撃すると、これはもう常識なんです。そこで今までの武道、柔道とかそういうものは、例えば引っ張ります、体相手は頑張ります。合気道はここで気の誘導、手は使っていません。面白いことに相手の心を自分の手のひらに乗せてしまいます。だから軽いんです。体を乗せますと思って持ち上がりません。だから小さな子でも大人を投げられるというのは心を投げています。体は後からついてきます。そういうことで今
やっておられたのは木と木の誘導というもので相手を投げておるわけです。それの組み合わせだから、合気道の技には千いくつという技が自然にできてくるわけです。司会者が言っておりましたが、動けば技だと。